考えてるのと悩んでるってことは違うんですよ。はい、おはようございます。笹谷メンタルクリニックの院長増田祐介です。本日は孤独が辛い、嫌なことばかりを考えるということをテーマに、解決策をですね、一緒に考えていけたらなと思います。孤独ですね、孤独っていうのは原則ですね、苦しいです。だから一人でいて誰もいない、この不在に耐えるっていうのは結構苦しいんですよね。それはなぜかっていうと、人間っていうのはもともと群れの動物なんですよ。もともとっていうか今もそうですね、群れを作って生きるので、一人でいると危険だっていうふうに思うようになってるんですよね。その証拠に赤ん坊とか子供っていうのは一人で行くと泣き出してしまうし、僕らもですね、異国の地とかですね、慣れない場所にで一人でいるとちょっと心細くなったり不安になりますよね。だから本質的に人間っていうのは孤独はきついし、誰もいない状況っていうのは耐え難いんですよね。もちろん、発達障害、自閉スペクトラム症の人とかですね、シゾイドパーソナリティとか呼ばれる統合失調症のようなパーソナリティの人、シゾイドと呼ばれる人格障害の人とか、あとはトラウマがある人、対人関係でトラウマがあったりとか不安が強い人とかは、一人の方が楽だったりしますね。それは脳の特性上そうだったりするし、他人と一人でいるよりも他人といる時の方が苦しいので、相対的に一人でいる方が楽っていうパターンもあったりするんですけども、まあ、基本的には一人でいることは苦しいということですね。で、苦しい時、不安な時っていうのは不安なことを考えがちですよね。だから、その感情、そういう感情の時には嫌なことばっかり考えがちです。で、嫌なことをぐる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 考えちゃうっていうことはよくあるんじゃないのかなと思いますね。だからずっとぐるぐる考えて逆に寝れなくなっちゃう人とかも いると思いますね。だから、寝るためにわざとこう YouTube をつけっぱなしにしてラジオを聞いたりすることで何も考えないようにして寝るっていう人も結構いたりしますね。まあこういう感じです。で、どうやって解決していくのかってことですけども、そもそもですね、ずっと考えちゃうんですって患者さんよく言うんですけども、僕それは考えてるんじゃなくて悩んでるんじゃないのっていうふうな言い方しますね。つまりこれ考えてない、本当のことを言うとですね、考えてるのと悩んでるってことは違うんですよ。イシューより始めようっていう本を書いたあたかさんも違うとか言ったりしてるんですけども、じゃあその違いってどう違うのかってことをですね、端的に説明するのはなかなか難しくて、僕も臨床上結構苦慮してたんですね。どういうふうに伝えたらいいんだろうっていうとよくわからなかったんだけれども、最近ですね、ダニエル・カーネマンっていうですね、心理学者、社会心理学者、経済行動学とかでですねノーベル賞を取ったですね、ダニエル・カーネマンの人の、本を読んでっていうか、毎回読んだことはずっとあったんですけれども、このアイデアを取り入れた方がちょっと説明しやすいんじゃないかなってことに最近気がついて、ちょっとこの話をしたいなと思います。つまりですね、悩んでることと考えてることっていうのは、このダニエル・カーネマンの、早い思考、遅い思考、システム1、システム2っていう思考をですね、アイデアを使うと結構説明しやすいんですよ。で、早い思考とは何かっていうとですね、脳のですね、脳のね、扁桃体発信の脳活動なんですよね、早い思考っていうのは。難しいね。扁桃体というのは何かというと、脳の真ん中ら辺にあるですね、感情を司る部分で、不安とかですね、恐怖とかをメインに扱うところなんですよ。で、そこから発しられる、そこを単にするですね、脳の活動というのは早い思考と呼ばれることが多いんじゃないかってダニエル・カーネマンは推測していて、これは感情的に考えたりとか直感的に考えたりする時の脳の使い方なんですよね。だから、パッと動けるんですよ。あ、これは危険だとパッと思ってパッと動けたりとか、あ、これは、自分にはいらないって言ってプッと逃げたりできるんですね。この時の思考回路は早い思考と言ったりして、論理的に考えたりとか、するよりも直感で考えてる時の方が早く決断できるということです。なんか日本語下手ですね。なんかちゃんと説明できてないんですけど、まあ、動画だったら伝わるかもしれないね、これで。まあ、いわゆる直感的に考える時ですよね。で、こっちはですね、
いろんなですね、感情に支配されている時の考え方なんで、過度に、ね、期待したりとか過度に被害的に捉えたりとかして歪みやすいんですよね。正確に物事を捉えがたかったりするし、あとバイアスに支配されやすいんですよね。あの人イケメンだから信じようとか、あの子可愛いから信じようとか、あの人なんか学歴が高そうだから信じようみたいな形になって、十分に話を聞かなかったりするとき、これがまあ早い思考と呼ばれるものですね。逆に理性的に考えるときは遅い思考といって区別しようと、まあ、ダニエル・カーネマンが言ってるようですね。で、これは何かっていうと主に前頭葉を使う考え方ですね。つまり理性的に考えるときです。で、直感的に考えるのではなくて数学の問題を解くときに使うような頭の使い方ですね。あと論文を書いたり論文を読んだりするときの頭の使い方に似ています。ロジックを展開させるとき、論理展開を意識するときも遅い思考と呼ばれるものですね。これは事実を集めたり検証したり批判的に捉えたり批判的に考えたりするときの思考回路で、まどろっこしくってなんか時間がかかりますね。結論を出すのに決断するのにも時間かかる、合理的なんだけども時間かかるという思考回路ですね。思考方法です。だからこの2つを区別しようということですね。だから悩んでる時とかぐるぐる考えてる時っていうのは主にこっちのことを考えていて、そのだから同じところに戻っちゃうんですよね。論が積み上がっていかない。逆にその論理的に考えている時っていうのは、まあ論が積み上がっていくんですよね。なので同じところを考えるってことは基本的にはないですね。同じようなことを考えることはありますよ、もちろんね。同じようなことを考えることはあるんだけども、それはアウフヘーベンされたものというか、同じところにあるんだけども一歩先に進んだ、俯瞰的により捉えられていることが多かったりしますね。はい、という感じです。だから嫌なことばかり考えているときは早い思考に支配されているのでこっちに切り替えましょうよっていうことが、まあ、答えというかアドバイスになるんですけれども、じゃあ実際ですね、なんか分かったような分かんないような感じですよね。自分が今どっちを使っているのかって分かりにくいと思います。で、数学とかねが得意だったり、数学とか論文を書いたりとか、そういうロジックを使うことを訓練を受けた人はですね、まあ、割と分かるんじゃないかなと思うんですよね。添削とかされたりとかね、そういうことをしたりしている人、そういう訓練を受けた人は割と区別つきやすいんだけども、そういう訓練をしたことがない人とか教育環境になかった人はやっぱ分かりにくいんじゃないかなというふうに思います。で、じゃあどうやってやるのがいいのかっていうとですね、まあ論文を書いたりするとか、まあそれも一つかもしれないけれども、まあおすすめはですね、マインドフルネスとかがいいんじゃないかなと僕は思いますね。つまり、マインドフルネスって何かっていうとですね、いわゆる瞑想ですね、座禅を組んだりすることです。で、こう呼吸にですね集中して自分の呼吸に意識を向けることもあればですね、ぼんやりとこう自分の中で生まれてくる感情ですね、生まれては消え生まれては消えっていうこの感情をただ眺めるっていう瞑想もあったりしますね。で、僕はですね呼吸に集中する瞑想もまあいいなとは思うんですけれども、注意シフトトレーニングの一環としてね、この早い思考がですね浮かび上がっているのをただ眺めていく、ただ眺めるっていうのも有効じゃないかなと思いますね。だからぼーっとこう座禅を組みながらですね、自分の中に出てくるこう感情とかですね、思いがパッと浮かび上がって、そしては消えていくっていうのをただ眺めるっていうトレーニングっていうのも重要だと思いますね。そういうことをしてると自分の中にある早い思考とですね、それを眺めている遅い思考っていうのが区別できるようになると思いますので、まあこれもいいトレーニングなんじゃないかなというふうに思いますね。はい、難しいね、難しいですけど続きます。で、じゃあ一人っていうのは本当に役に立たないものなのかっていうとですね、この一人の時間っていうのは結構やっぱ大事なんですよね。一人でこうちょっと辛いかもしれないけれども、一人でこう物思いにふける時間というのは大事で、この物思いにふけてる時に頭の中が整理されたりとか知識が整理されたりするんですよ。で、一
人の時間で何かこうスマホをいじったりとか何か忙しく頭を動かすんじゃなくて、ただただ頭をぼーっとしてですね、何か浮かんでくる感情をただ眺めるっていう時間もとても重要だったりしますね。だからそういう時間をですね、デフォルトモードネットワーク、そういうただ頭が自動で動いてるのをデフォルトモードネットワークとかが活性化してるとか言うんですけれども、まあこういう時に頭は整理されたりするので、無意識がですね、頭の中でですね、頭の中にある部屋を掃除してくれるようなイメージなんですけれども、まあこういう時間も大事ですね。でこういう時間にですね、成長していくんですよ、人って人格がね、成熟したりとか、していくんですね。なのでこの時間大事ですね。逆に何かこうずっと騒がしくしてるってですね、なかなか成長しにくいですね、うん、でこれはですね、精神分析のクラインっていう人がですね、抑うつポジション、妄想分裂ポジションっていう言葉を使って説明したりしたこともあります。だから人間は、妄想分裂ポジションと、抑うつポジションのこの2つを行き来してるよっていうふうにクラインは言ったんですね。で一人の時に物思いにふけている時、その時は抑うつ的かもしれないけれども成長してるよと。で、妄想分裂ポジションの時には楽しいんですよね。楽しかったりとか発散してるんですよね。解放してる。自分から何かを発信したりとか、もうバッと出してるような状態ですよね。この時はやっぱり深まっていかないんですよね。解消はしていくんだけれども、溜め込んだものを発散はできてるんだけども、解消はしてるけども成長はないかったりしますね。これはこのイメージって結構重要だなと僕思ってて、やっぱ患者さんっていうのはここの状態を少しでも減らしてこっちに行きたいっていうふうに思いが強いんですよね。楽になりたい、ストレスを解消する方法を教えてくださいっていうんだけれども、そうじゃなくてストレスを消化していく、ストレス解消ではなくてストレスを消化していく、こういう時間もとても重要だなと思いますね。なのでこれもちょっとイメージとして持ってってもらえたらなと思います。で増田祐介はいつマインドフルネスを身につけたかっていうとですね、結局、まあ、暇な時間が多かったんだよね、僕って。なんかスマホも持てないし、こうぼーっとしなきゃいけない時間、何もない時間っていうのが自衛隊時代とかは多かったんですよね。山の中もそうだし、なんかこうそういう時間って結構多かったですね。電車の中で一人でずっといるとかね、何もないなとか思いながら外を眺めてる時間っていうのは結構ありましたね、うん、なんだかんだで昭和の人間なんで結構あって、そういう時にやっぱりいろんなことを考えたりとか、今考えたらくだらないなと思うこともなんか考えてたなと思います。今もね、通勤の時には歩きながら通勤してるんですけど、こういうねこと考えたりしてますね、うん、なんか浮かんでは消え浮かんでは消えみたいなことが起きてますね、うん、はい。あとはもうちょっとだけ言うと、最後にですね、まあどうやってそのじゃあ孤独を解消していくのかっていうとですね、マインドフルネスによってっていうのもあるんですけども、そういう結果ですね、そのいろんなことを経て結果、いろんなものが言語化されていくんですね。悩み事が言語化されたりとかいろいろしていくと、不在に耐えやすくなります。まあ仕方ないと思いやすくなるので、理性でわかるんですよね。今の不在な状況が安全な場所であるってことがわかるようになってくるし、受け入れられるようになるので、まあ、そういう状況を目指しましょうよってことです。だから子供の時とか赤ん坊はお母さんが目の前にいないってことが苦しくて仕方がないけれども、でもだんだん成長するにつれてお母さんは今買い物にいるだけ行ってるだけとかね、お母さん今目の前にはいないけどどっかにいるってことがわかるし、大人になっていけばね、今は確かにお金はないかもしれないけれども将来は稼げるようになるとか、今は病気で苦しいけれども病気が治ったらこの苦しい状況は良くなるということが分かっていきますので、まあ、こういうふうになっていくのを目指しましょうということだったりしますね。だから決してですね、病気がなくなるとかですね、何か現実的に物理的に解決していくことだけではないんですよね。人間の不安が解決していくってこととか、精神科が目指すものっていうのは物理的な解決ではなくて、内的なそのなんていうの、充実っていうものも、まあ、目指すことがありますね。それはなんかまあそういうのも大事だからっていうのもあるし、別に解決できないからそこで満足しろと言ってんだろうと言われたら、まあそうかもしれないけれども、でもまあ
現実的にはそういうことを目指すことも多いという感じですね。はい、ちょっと話がねぐちゃぐちゃっとしちゃいましたけれども許してください。では今回は孤独が辛い嫌なことばかり考えることというテーマでお話しました。以上でこの動画あります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。